オラリオの中で最強と名高い女剣士、剣姬アイズ・バレンシュタイン。彼女は今日もロキファミリアの仲間たちと共に広大な地下迷宮ダンジョンへと繰り出していく。ソードオラトリア。灰へと朽ちた竜の死骸、忍び寄るイレギュラー、さまざまな謎と脅威が襲いかかる深層域でアイズが風を呼び、迷宮の闇へと一線を刻む。そして今、それぞれの物語が鮮烈に動き出す。これは強さを求め続ける少女とその眷属の物語。2017年4月より放送予定。私は強くなりたい。